さあ、今回も次からやっていきましょうか。とりあえず気になるのが絶頂。絶頂でゆりちゃんが反応すると。なるほどね。いや、この数回で誰がどれかっていうのをちゃんと分かっていこう。で、多分可愛いが夏希な気がするから、感覚的にな。よし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 、いい感じいい感じ。じゃあさよりやねんな。さよりあ、でもさよりのあれやんな、あんまり好きなものって聞いてなかったもんな。なんかゆりちゃんはホラーとか、あとなんか重厚なストーリーみたいな、そういう話で、こっちが可愛いで特に言ってなかったからな。滝、滝ってなんなんやろ。滝可愛いか。ちょっと待って、あー、ちょっと不穏やぞこれは。なちょっとこれあのバット系な気がする。こんなかじる、ちょっとツンデレ落としに行くか。うさぎパパいちご、イーメール、ハート。イーメール反応すんの。いや、なんか闇闇やな。じゃあリボン。ベッド。あ、そうや、アニメの話でちょっと漫画でピクついてたんがどっちかっていうの知りたいよな。あー、やっぱ好きなんか、それいいよな。泡、ちょっともういろいろ見えてるけど、ちょっと今はこっち行こう。なんか絶望とかいろいろあったけど、ドキドキ。パーティー、パーティー憂鬱とかあったな。捕虜って。ダンス。あれ？パッと。あー、なんか、時々揺れた感じするな。山口くん、今日も来たのね。すっぽかされなくてよかったわ。笑ってるな。そんな心配するなって。意外かもしれないが、これでも俺は約束を守るタイプなんだ。そんなこんなで俺は文芸部へ戻ってきた。俺が最後に来たようで、他のみんなはとっくにのんびりとしていた。約束を守っていただいてありがとうございます、山口さん。あなたに気苦労を負わせてないといいのですが。馴染みのない文学の世界で突然飛び込ませているようなものなので。もう何を甘やかす必要なんてないでしょ。さよりから聞いたけど、あんた今年はどの部活にも入るつもりがなかったみたいじゃん。それに去年だって。あんたはここに来てただダラダラ過ごそうと考えてるのかもしれないけど、真面目にやらないのならここで過ごす時間はそう長くないと思いなさい。当たりが強いな。夏希、部室に漫画コレクションを揃えてる割に大口を叩くのね。モマム。夏希はモニカと漫画どちらともつかずの、言葉を発しようとしている。漫画は文学なの。あっさりと敗北し、夏希はどさっと席へ戻った。心配無用だよ、みんな。山口は楽しいことは全力でやるもんね。私が頼んでもいないのに何か手伝ってくれたりするんだよ。まあでも、昨日の詩を書くときに喜んでいた絶望とかがな、よぎって話入ってこえへんよ。料理とか部屋のお掃除とか頼りになりますね。さより、それはお前の部屋がすごく汚いからだぞ。それに家が火事寸前になったこともあったし。あ、それはこの絵めっちゃ可愛いな。すげえ可愛い。おっきなリボンつけてな。さゆりちゃんたち本当に仲がいいんですね。少し羨ましいです。そうかな、ゆりちゃんと山口だってきっと素敵な友達になれると思うよ。思わせぶりやぞ。そんなやめとけよ。いつものことだが、俺をおかしな状況に巻き込んでいることにさゆりは気づいてないようだ。そうだ、ゆりちゃんなんて山口のために今日何か持ってきてくれたみたいだし。待って、さゆりちゃん、俺、何、そういうことでは。恥ずかしがらなくていいのに。本当にそういうものではなくて。何気にしないでください。あー、かわいい。大したものではないのに、さゆりちゃん大げさすぎます。どうしよう。あれ、ごめんね、ゆりちゃん、私考えてなかった。つまりこの状況をどう切り抜けるのかは俺次第なのか。まあまあ、そんな気にしなくていいよ。
そもそも俺は何かを期待してたわけじゃないし、ゆりが親切にしてくれること自体が嬉しいサプライズだよ。イケメン、イケメンやないか俺。そうでしょうか。まあな、もしお前がそう思われたくないなら大げさには扱わない。わかりました。それではこれを、お、カバンから、あー本か。これ読んでほしいで、この親密になろうやっていう感じよね。好き。仲間外れだと感じてほしくなくて、あ、なるほどね。文芸部やからこそ本読んでみんなと近づこうやっていうことやな。山口さんが楽しめそうな本を選んでみました。短編なので普段本を読まない山口さんでも、集中力が途切れにくいと思います。それにほら、もしできたら話し合ったりできればなと。これは来た。これなんだか急にこいつが可愛く見えてきたぞ。可愛い野郎が何を言ってんねん。それに読書に慣れてない俺が気に入りそうな本まで見繕ってくれて、ゆりありがとう。絶対読むよ。俺は心を込めて本を受け取った。ほっ、ご自身のペースで読み進めてくださいね。あなたの感想楽しみにしてます。おー、ちょっとこれでホラーじゃないんじゃ、意外に。なんかホラー、何、普通に見せてホラーやと思わせて普通っていう最高のパターンじゃない。この日常がずっと続けばいいのに。やっとみんなが一段落ついたところで、俺はモニカから部活らしい指示があるのを待った。だがそういうわけでもないよと。さよりとモニカは部屋の隅でワイワイおしゃべりをしているし、ゆりはすでに本に顔を埋めている。この瞬間を待っていたかのような、彼女の真剣な表情につい目がいってしまう。一方、夏希はクローゼットを物色している。お、もう、夏希の苛立った声が部室のクローゼットから聞こえた。何かに怒っているよと。もし手が必要であればと思い、俺は彼女に近づいた。お、その中で探し物か。モニカのやつ、あいつ絶対に私のものを元の場所に戻してくれないんだもの。ちゃんと整頓してるのに誰かさんのせいですぐごちゃごちゃになるから意味ないじゃない。夏希は積み上げられた本や箱を棚に埋めていく。漫画か。あんたも読むんでしょ。あ、たまには。たまには。おーい、あー、なるほどね。あ、それあるわ。なるほどな。おいって言おうとしたけど、それあるわ。なんか萌え漫画おすすめできひんよな、こういう時に。あ、ゆるゆり好きですみたいな言えへんやな。なるほどね。っていうか、なんで知ってるんだ。いつだったかあんたが話していたのを聞いたから。俺も覚えてるぞ。それになんか顔に書いてあるし。あー、オタク顔ってことか。どういう意味だそれは。わかれ。様々な本や漫画の山の間に一つだけポツンと置いてある漫画を見つけた。気になって俺はその漫画を引っ張り出してみた。あった。え、何の漫画なんやろうな。ちょうど、あー、はい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 、欠けてたわけね。ふう、これでよし。綺麗に本が並んでいるのに一つだけ欠けているのを見るとどうしても気になっちゃうのよね。それはわかる。俺も近づいて夏希がうっとり眺める箱の中を見てみる。パフェガールズ。人生で一度も聞いたことない作品だ。つまり俺の守備範囲外か、単純に面白くないかのいずれかだろう。偏見の目を見るならあの窓ガラスの外から見てみなさい。夏希は教室の扉を指さす。偏見とかじゃない。まだ何も言ってないだろ。あんたの言い方でそう感じたから。少女漫画ってことやからってことやんな、多分。別に。でも一つだけ教えておくわ山口。これは文芸部直属の教えだと思いなさい。本は表紙で判断しないことよ。あー、それはある。むしろ。夏希はパフェガールズの一巻を箱から取り出してみた。それがどういうことかを教えてあげる。そしてそれを俺の手に押し付けた。おー、ちょっとこれもあるなー。ちょっとこれで喋ろうよってことやんな。おい、俺は表紙を眺める。そこにはカラフルな表紙をまとった4人の、女の子がアニメっぽいポーズをとっているのが書かれている。非常に萌えだ。突っ立ってるんじゃないわよ。うわっ。お、夏希は俺の腕を掴んでクローゼットの中から引っ張り出した。そして彼女は窓際の壁を背に床に座り込んだ。すぐ隣の床で手をトントン叩き、俺にそこに座るように合図する。うおー、椅子に座った方がいいんじゃないのか。そう言いつつ俺も隣に座る。椅子じゃダメ。それだと同時に読めないでしょ。え、なんで。あ、確かにこうした方が近づけるか。うおー、最高。このゲーム最高。言うんじゃないわよ。
気まずくなるでしょ。夏希は腕を組むと床を滑って離れてしまった。悪い。いやーちょっとこれ、ああ来てるぞ。俺もまさかこんなに接近することになるとは思わなかったが、まあ嫌というわけではないかな。おーい、もうその上から目線やめろって。俺はもうどんどん従順な犬として頑張っていくからな。俺は漫画を開いた。しばらくすると夏希は俺に気づかれまいと、ゆっくり近づき元の場所まで戻ってきた。俺の肩の横から覗き込む彼女が俺よりも読み始めるのを楽しみにしているのがわかる。冒頭を読むのは随分久しぶりね。うん。時々前の方を読み返したりしないのか。そんなにしないわね。前回読み終わったらたまにするくらいかしら。それよりちゃんと読んでるの？ああ読んではいるが話に大きな展開は起きていないからまだ会話をすることはできる。仲のいい女子高生たちの話のようだ。よくある日常系ってやつだ。あー日常系読むんや。話の筋がなくても面白い作品は稀だから最近は読まなくなってしまったジャンルだ。でこれって何の話だ。むしろこの話に筋はあるのか。あるに決まってんでしょ。話の筋のないものを私が読むとでも思ってるの？だってまあ言いたいことはわかる気がするわ。お、確かに最初の方は単純な話が多いわ。中にはアイス屋さんのお兄さんをみんなが大好きになっちゃうすっごく笑える話とかもあるのよ。それを読めばキャラの理解が深まるわ。それにそれだけでも面白いんだけど、次第にドラマチックな展開が増えるの。キャラを深く掘り下げて恋愛関係の話が始まるとどんどん引き込まれていくんだから、感動的なシーンがいっぱいあるのよ。へえ、そんな感じなんだな。本当に漫画をよく読み込んでいるんだな。少し見直したよ。おー笑ってる。ってちょっと、それってどういうことよ。わ、え、夏希に軽く押される。いや本気のお前を今まで見たことなかったってだけで、うん、そういうことにしていてあげるわ。へえ、これはお菓子作りの回か。これってもしかしてお菓子作りのシーンが多いのか。それは、お、夏希は何かを認めたくないかのように一瞬止まった。そうよ。それがどうしたの。いや気になっただけだ。お前もお菓子作りが好きなんだろう。それは、え、たまたまよ。この漫画を読み始めた同じ時期にお菓子作りにはまりだしたのに。あーなるほど、この漫画の影響で始めちゃうっていう、あの軽音見たから楽器欲しなるとかそういう感じのことか。あーそういうことね。漫画で見たからって何かを始めたりするわけないでしょ。そんなに単純な人がいたら同情するわ。絶対たまたまじゃない。夏希がお菓子作りが好きな理由が分かった気がする。それでも漫画からハマった趣味の中でも間違いなくそれはいい趣味の一つだろうな。やらない楽器とかな、それに比べたらまだいい方やと思う。俺もちなみにギター買ったけどね、察しの通りですけどね。はい、それにかなり上手いんだから文句のつけようがないよな。おーおー、ちょっと待てよ。おー、よろしいね。数分間2人で漫画を読み進める。俺はこの時点で何話かは読み終えていた。このままじゃお前が退屈しないか。しないわ。俺がこれを読んでいるのを見ているだけなのに。それは、いやーでもな、これ楽しい空間やで。ほんまに自分の好きなものをこう知ってもらうっていうその瞬間がいいんよな。そういうのなら好きなことを誰かと共有するのって結構楽しいのかもな。俺も好きな作品を友達に勧めてそれを読み始めてくれたら嬉しくなるし、そういうのあるだろ。ん？ないか？あー照れとるでー。これここ好き。おー私はよくわからないというか、なんだ、友達と漫画の話をしたりしないのか。あ、はいはいはい。あんまりする友達はいいヒントだからこうやって見つけて嬉しいと。あ、すまん。ふん。こんなの友達に読ませられるわけないでしょ。みんな漫画は子供の娯楽だと思ってるし、こんな話をしたら絶対、まだそんなの読んでるの？とか言われるんだから。バイオレンス。あ、わかる。そういうやついるよな。この趣味を理解してくれる人ってそうそういないよな。ただでさえ同志も少ないのに。俺は元からはみ出し者だったから似たような人間が次第に周りに集まってきたけど、オタク仲間が増えていくってわけやな。お前みたいなのは大変だと思うよ。女の子ってやっぱそういうの難しいんかね。ふん。まあそれで大体合ってるわ。うん、どの部分。
自分の部屋に置くことすらためらうもの。あーそうなんや、親からもってこと。パパに見つかったらどうなるかわからないし、別室に置いておけばせめては安全だから。モニカのことはさておき、もうどうしてもあいつには勝てないみたいね。まあ置いてた甲斐はあったんじゃないのか。俺にもこうやって読ませてくれてるんだし。でも何の解決にもなってないじゃない。そうかもしれないが、でも楽しんでいるんだろう。ねえそれがもういいでしょ、続き読むの読まないの。はいはい。俺はページをめくった。その瞬間夏希が突然笑い出した。こういう展開だったのすっかり忘れていたわ。夏希は一つのコマを指さした。みのりが私が一番好きなキャラなんだけど、いつも運が悪いから同情しちゃうのよね。でも特にひどいのが、あーなるほど、ネタバレね。まだそこは喋ったらダメね。早くその話を読み終えて。おー、夏希の声が期待にきらめいて聞こえる。普段の威張った雰囲気とは、正反対だ。きっと友達と好きな漫画を語ることがないからだろう。こうやって人とつながると言葉では語れないような気持ちになるものだ。夏希にとっては滅多にない機会を俺が作れていると思う。そんなことを考えていると俺もつられて少し微笑んでしまう。よしみんな、お、あーついに来たか。今日の詩の準備はできているかしら。あーもう今すっごくいいところなのにごめんなさい。時間は十分にとっておきたいの。でも二人ともそこが居心地良さそうね。どうからかわれてるなその瞬間に夏希はどれほど接近していたかに気づき、瞬時に床を滑って俺から30センチほど距離を取ってしまった。わかった、今日はここまでにしておくか。俺は漫画を閉じて夏希へ差し出す。返すの？続きが気にならないの？まあそうだけど、さっきモニカが。バカね、持って帰ればいいじゃない。え、いいのか。空いた時間で読むつもりはあまりないと思いつつの発言だったが、当たり前でしょ。そうでもしないと一生読み終わらないし、明日までに読み終えて次の巻に進みましょう。あと折ったら殺すわよ。あーわかるわ、こう漫画をすごく開くやつな。もうブチギレそうになるよなあれ明日までに、まだ半分も読み終えていないのに。これを読んでいたらアニメを見逃してしまうかもしれない。何リアタイで見てんねん。しかし夏希が喜ぶ顔を見るためには必要な犠牲なのかもしれない。それとも俺はもし読み終えられなかった時のことを恐れているのだろうか。わかったよ。俺は立ち上がり、自分の荷物を置いた場所まで戻り、借りた漫画を慎重にカバンにしまった。ところで昨晩ちゃんと忘れずに詩を書いてきたかしら。あ、身が引き締まる。こんな恥ずかしいことになんで俺は賛成してしまったんだ。今までこんなことをやった経験がないからか、それといったインスピレーションも湧かなかった。さてみんなも準備できたみたいだし、詩を見せる相手を見つけましょう。お、もう待ちきれないよ。さゆりとモニカは張り切りながら詩を取り出している。さゆりの詩はリングノートから破いた一枚の紙に書かれているようだ。一方モニカの詩は作文用のノートに書いてある。俺の席からでもモニカの純朴な字が見て取れる。夏希とユリもしぶしぶバッグから取り出して応じる。あー同じように俺もそうした。おー、最初に詩を見せるのは誰にしようか。一応最初ってことは全員には見せるわけやな。じゃあ夏希にしよっか、せっかく仲良くなったし。昨日夏希の詩に興味あるって話したところだし、彼女から始めるのが道理。どうしたんやろ。よし、まずは気に入らないところから指摘していくわ。まずそうね山口。夏希は俺の詩を読み返す。やっぱり今回は何も言わないでおいてあげる。え、それだと詩を見せ合う意味がないじゃないか。せっかくこれを書くために時間を割いたのに。うう、それにお前の詩を読んでみたいって言ったのを覚えているだろ。これを書いている時に考えたんだけど、お互いのことをもっと分かり合う助けになると思うんだ。モニカが言ったようにさ。うう、あんたの詩が本当にひどかったら詩を見せ合うのがもっと楽しかったわよ。あんたは何かバカな詩を見せてきて、まだまだなあんたに本物の文学ってものを見せつけてあげるわって言ってあげるつもりだったのに、台無しじゃない。ちょっと良かったよな。じゃあ良かったわね。まあでもあれやもんな、夏希に夏希狙いの単語を選んでたからこうなったよな。それはつまり気に入ったってことかな
夏希は何か言い返そうとしたが言葉が出てこない。う、あのね、あんたね、あんた何も分かってないわね。うぬぼれた発言はよしなさいって前にも言ったでしょ。いや言ってないだろ。そう一人ごちる。俺は夏希に嫌われているのか。おい、お前アニメ見るくせにツンデレを分かってないな。大好きやねんぞ。お互いにな。仕置きにいられたことが良いことだったのか悪いことだったのかよくわからない。何でもいいが、とにかくお前の死を見せてくれよ。ぐ、いいわ、見せてあげようじゃない。今断ったってどうせ後でモニカに見せてやれって言われるし。お、わしは飛べる、猿は登れる。あ、待って、これあれか、あのわしは飛べるが大、これちょっと空いてるってことはそういうことやな。猿は登れる、コオロギは飛び跳ねられる、馬はかけっこできる、フクロウは見つけられる、チーターは走れる、わしは飛べる、人は努力できる。だけどそれくらい。あー、え、ちょっといいやん。え、ちょっとすごい普通にいい感じやな。あんたの好みに合わないでしょ。俺は好きだぞ。俺も好きは。正直に言いなさいよ。言ってるぞ。なんで俺が気に入らないってそんな風に思っているんだ。それはだって高校生って詩は洗練されたものだってイメージしがちでしょ。だからみんな私の書くものを笑うの。けど詩を書く意義って自分を表現することだろ。執筆のスタイルがどうであれ伝えたいことの正当性とは関係ないはずだろ。そう、その通りよ。私は読みやすくてガツンとくるものが好きなの。ああ、なるほどね。この詩みたいにね。周りのみんながうまくいってるのを見ているとなんだか落ち込んだりするから、そのことについて書こうと思ったの。ああ、わかる。それにシンプルな文章のいいところは言葉遊びに重点を置けるっていうところね。例えば私の詩も最後は韻を踏むように見せて、わざと崩してみたり。そうすることで最後の一行から感情を引き出せるのよ。言われてみればそうかもな。俺が思っているより丁寧に作り込んでいたんだな。それがプロのやり方ってもんよ。一つ学べてよかったじゃない。最年少の部員から意外な収穫だったでしょ。まあそうかもな。最後の一言で彼女の機嫌を取ってやることにした。俺からしてみれば年齢なんてどうでもいいのだが、夏希が誇らしげなら別にそれでいいだろう。おー、なるほどね。いや、じゃあ一回切りましょうか。お疲れ様でした。